こんにちは、中里春奈です。突撃エムリーグ2019は私が担当させていただきます。今回の紹介するチームはこちら。はい、今回は渋谷アベマズの皆様にお越しいただきました。はい、というわけでまずはいろいろ聞きたいんですけど、日向さんというか愛ちゃん、はい、新加入愛ちゃん、おめでとうございます。ありがとうございます。何ヶ月も経ってる。何ヶ月も経ってる。前あなたがあそこに、そうですよ、ピンクのつなぎ着て、こうした、はい、すごい。今日あれの仕事、その仕事、そう、その仕事その仕事、思い出あるところにね、なんか失礼なことばっか言って帰ってった。そう、違うよ、じゃないよ。なんだこいつらって書いてんだ。とんでもないことばっか言ってあれか。そんなことないよ、はい、というわけで今回は黄色が来ました。黄色、よろしくお願いします。渋谷アベマズ入ってみていかがですか。あ、私が、はい、うーん、思った、もう結構勝ちましたけどね。はっきり言っていいですか。思ったより仲がいいです。びっくりしちゃう。なんかもっと正直ギスギスしてたりするのかなって。うわ、どうなんだろうと思ったんですよ。なんかだって全員団体が違うわけじゃない。そう、違うのよ。だから年齢が全然違う。年齢もバラバラだから、上は40、下は20で、外から見ててそんなにいろいろ違くて、そう、話って合うのかなみたいな、そう、感覚なんですよ。精神年齢でいくと、これおじさんよ。おい、これが女の子で、僕が若者だから。全然見た目と逆ではないでしょ、別に。そうかな。小学生か中学生ぐらいでしょ。あ、そっちね。で、あんた小学生の女の子でしょ。まあ、まあ、横小中学生。小、ここ小中だから。ただの中年女子みたいな感じで。中年女子なんか結構なんか意外と仲がいいし面白いし、本当に賑やかです。そう、なんかそんな感じで多分誰かしら喋ってそうな。あ、よく控室だなっていう。控室って怒られるもんね。大人、ちょっと出しちゃった。そういうもんじゃない。マネージャー。そういうもんじゃない。C じゃねえのよ。こっちはさ、控え室でさ、選手がさ、仲間を応援してて、C じゃねえのよ。普通さ、試合始まる前もうるさいんですよ。ずっとうるさくて、この間もね、デザートドラフト会議もしたり。いきなり、いや、何も当たり前だ。回ってないの。何も回ってないの。6個、まあ、大井さんが買ってきてくれたりとか、あの差し入れでいただいた品をみんなで、じゃドラフト会議始めますみたいな感じで。あ、種類が違う。種類が、まあ、僕が買ってきた6種類のスイーツがあって、いきなりどれを選ぶ？何にも回ってないのに第一巡指名選手みたいな始まるの。急にコーナーが始まっちゃう。回ってないですよ。回ってない。カメラとかないから。ただやってる。隣のチームからはなんで試合始まってないのにで、しかもさ、何回かやってさ、被っても面白いし、全員違うのでまあ面白い、割ね、なんか盛り上がるよね。そう、盛り上がる。おーとか言って。話題尽きないじゃないですか。だからここのチームだけ多分動画の時間が2時間とかに多分なると思う、今日のやつ。何でも喋りたくない。始まっちゃうよ。ボケたくてしょうがないんだ。カニパン持ってる歩くことないでしょ。なんかやんないけど気が済まないんだ。ソウルフード。ここにだけなんかあってね。マジこれソウルフードだ。高原のカニパンだから。マージャンでタイトル取りたかったら、マージャンでトップ取りたかったらこれだから。絶対言うなよ。でもこれ牛乳ないと結構辛くないですか。それでそこで我慢だから。これを飲み物なしで食べることによって僕のあの守備的な麻雀が完成する。我慢が大事。常に我慢。何の話してるの？今日何の密着？めっちゃ売れるかもしれない。本当だよ。そうです。麻雀強くなりたい。いや、これ味が好きなんだよ。ジャンソーでね。好きなんだ。ニッパンが出てくるかもしれない。始めてください。最近のことで言うと、白鳥さんが竜王院。あ、花もありがとうございます。ダブルですよ。前の前ですよね。25。前の前の前だ。すごくて流れが。おきなったんもプロクイーン連覇して、で、僕竜王位取って、で、日本プロ麻雀協会の一番上のリーグ A1 で、今は放送時点では大井さんが連勝位最高タイトルのぶっちぎりで大手です。大手。すごくない？うち結構すげえ。すごいな。キラキラじゃないですか。うちキラキラなのよ。キラッキラしてくるとあれだからね、今期のね、Mリーグのラスト率ダントツの1位だからね。やかましいって言ったんだよ。大丈夫、アイクもいっぱい撮ってる。でもこのさ、ダントツラス1位って言ってるのに、順位はラスじゃないし、4位だよ、4位。この雰囲気で入れるっていうのすごくないですか。なんかね、いつもね、こうモッティがこと結構辛くてね、あの調子がね、実力こんなんじゃないんだけど、膝叩いてたりとかそうするんだけど、
地面にいる感じを見ました。いつもね、翔ちゃんとタカちゃんが大丈夫って言ってくれるんですよ。私がマイナスしても、うん、全然大丈夫、オッケーオッケーみたいな感じで言ってくれる。チームだからさ、結局チームは今プラスしてて4位にいて、それが自分のスコアだと思わないと、うちの末っ子がごめんなさい、ね、何のためにチーム戦やってるか分かんないわけだ、まあね、いつかさ、うん、もうどんなに強い人でも、うん、だから高原でも多分マイナスする年来るからね。まあいつかね、何で、うん、本当にあるの、いやでもね、あると思って、いや本当にでも自分で言うのもなんだけど、リーグ戦でマイナスしたことあんまりないんだよね。そうだから正直、そうだけど、だからさ、まさかのさ、例えばさ、あの RTD とかあったね、1回だけでしょ、あったあったあった、ああいうのが、そう来た時が怖いから、支えられるようになりたいね。そう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 、10年に1回ぐらいはあるかもしれない、ね、結局さ、うん、今年もスタート遅かったけど、今もう180とかでしょ、70か80浮いてるね、うん、今2連勝、そうなの、かっこよかった。まあ、それまでは本当やる気ないんで、2月から給料出てるんで、1月までも、10月から1月までの3ヶ月、4ヶ月やる気ないんで、年俸出ない、あの、ね、出ない、調整されてるんです、もん、うつつを抜かしてやっぱりチームの中でこう大黒柱だっていう感じ、リーダー、それは間違いない、うん、リーダー間違いない、もういてくれたらもう安心みたいな、出しときゃいい、出しときゃいい、出しときゃいい、監督、そう、それはね、そう、あいつ、まあ20回、30回出しときゃプラスにはなるだろうみたいな、マージャン出しときゃいい、本当にいいんだけど、本当にマージャン中やってる時だけはかっこいい、マージャン中だけかっこいい、マージャンの話しますよね、するめっちゃ、アイドルの時だけかっこいい、あと全部どうしようもないから、もう一の女子マネージャーがもう汚いものを見る目で時々僕に、僕が例えばアイドルとかにうつつを抜かしてると、またそんなこと言ってんですかみたいな、いやそれは本当なんです、毎日汚いものを見る目で、えでもマージャンの時はめちゃくちゃキラキラして見てるからね、タカちゃんのこと、うちのマネージャーも、でも2連勝の時の3人のもう大井さんを見る目キラキラしてましたよ、監督もいたしね、あの時は、そうだから、それだけ、その時だけだ、あとはもうどうしようもない、あとはこれ食べちゃう、これ食べちゃうだから、カニバックただのおじさんだからね、本当にしょうもねえんだよ。今年は翔ちゃんが、僕はね、竜王位取って、セミファイナル、ファイナルでも、翔ちゃんが、ラッキーボーイっていうかね、あれなんですよ、野球とかサッカーの世界選手権みたいなワールドカップとかでも、うん、絶対優勝した国って、ラッキーボーイっていうのがいて、その大黒柱キャプテンは、あの普通に活躍するんだけど、それよりもとんでもない活躍するやつが現れる、僕は今年翔ちゃんがもうキッチンじゃなくなったもらってとんでもない活躍すると思ってんの、もうあの三倍マンのやばかったね、震えましたね。実はこれね、9月から僕言ってて、あの開幕する前から去年白鳥の実力からしてマイナス300とかありえないから、今年は爆発する、で松本来年爆発するから、もう僕には見えちゃうね、喜んでる、見えちゃうね、そういうこと、うん、だからあれがあれば上振り、あれだよね、あの怖いのは契約だけですよ、そうです、怖い松本の契約が延長されるかどうかだけ大丈夫、信じてる、うちの末っ子が教会のまま強いやつと変えられちゃわねえから大丈夫、そんなことない、いやだって英語の中大丈夫ですよ、長い新しいジャンオと変わってたなんでそういうこと言うのって言ってます、確かよでもね、この前言ったの、僕はね、松本今年調子悪いけど、全然松本をね、長い目で見なかったら、じゃあ何のために20代の選手取ったんだって話をして、まあそりゃそうだよ、うん、やっぱり3年5年後に大井高原を超える可能性があるんだからっていう話して、それを見越して取ってくれてるから、ね、そういうことだ、じゃあ大丈夫じゃん、成長、もうじき僕はもうじきヨボヨボになってカニパンも食えなくなる、歯がボロボロになるすごい笑いあり涙ありのドラマ見てるみたいなんですけど、なんかこんな感じです普段も、面白い、なんかずっと見てられますか、これ、うん、やばいの話変えよう、アビマズさんといえばこうイベントを多くやられてる大好きなんですけど、この前見たのはあのお子様イベント、うん、あれ何人来た、80人100人来てさ、もう俺ずっとさ、この麻雀界でね、さっきから麻雀はすごいすごいって言ってカリスマの僕がですよ、2、3時間塗り絵してたから子供と、あ、そう、あの、あんちゃんが描いたの、塗り絵、そう、ワイコちゃん描いてる、それでもめちゃくちゃ真剣に塗ってくれててなぜか高原が私あの小学生以下の子もいっぱい来るかなと思って塗り絵用意しようと思ったんですよ、まあ、はいよね、幼稚園、保育園の世代のために、なんか40代男性がそこに今センターで塗って、じゃあ僕の周りに子供たち集まってきた、すごかった、ね、
思い、あ、でも濡れ面白いから、あれ絶対ダメだ、もうこれからも絶対濡れだけ用意して。じゃそれもさ、全部さ、こうさ、なんか他のチームってやっぱこうサポートしてくれる人結構多いんですけど、うん、やっぱうちのチームって一応そのサイバーエージェントのチームなんで、うん、ちょっとほっとかれてるとこもあって、うん、あ、そうなんですか。大学校だから ね、 いやだからね、え、うちはさ、忙しいんですよ、チームここだけにわーって、サイバーは M を全体に見てるから、そう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 、そうだからなんかキーキみたいにもなっちゃうし、避けないから、だからそのやっぱ森ちゃんマネージャーとか、はい、塗り絵のやつとかもやってくれたのも愛子が全部絵も描いてくれたし、実質的に動くことが多いってことマージャン以外の活動がいっぱいあるすごい描いてくれたりとか、そう、タカちゃんもその子供イベントをやろうと言ったのもタカちゃんだし、そう、俺子供って子供と触れ合いたいって言い出したの急に、違う違う、タカちゃん俺ヒーローになりたいってそう、なんでちょっと美化したの、違う、タカちゃんまずそっちのワードだったよ、それ言ったわでもヒーローだったら相手はお子様の方がいいですね、そう、だからそのそこの子供たちめっちゃ夢中だからね僕に、だってあれが会いたいって言ってたんじゃないですか、だって白鳥さんもだって言われてたって、あのそうなんですけど僕けど、ね、ちょうどそう優勝戦で行けなかったんですけど、うん、ただ勝ったそのちゃんと勝ってくれたから、ね、そうそう、よかったよかった、子供たちも出発に出るのかみたいな、そう本当に聞いてすごかったよね、あのね本当タカちゃんとずっと塗り絵したの楽しかったけど、うん、金髪どこ行ったのだ金髪しか何イメージないの、あ、まあそうだね、覚えやすい、今赤くなっちゃいます、まあそうですね、まあでもこれやって2連勝したからね、俺で試合出てないから、うん、まだ出てない、まだ出てない、出てないなら俺今日も出ないから髪色をこれにしてセットをこれ綺麗に髪遊ばして、ね、うん、出ない、出ないから試合出ないの、出ない、見てるバッチリなの、でもバッチリ見てる、なんで出ないのかが分かんないけど出ない、それはそうであれ、守りが見てる、守りが見てる、びっくりするでしょ、お子様と遊んでるのすごい楽しそうだったんですけど、うん、もう、ま、松本さんがこうなんか気がすごかったじゃないか、そうだよね、4倍ぐらいあったもんね、なんかこう見下ろさないとお話ができなかったんじゃないかと思って、子供はアスレチックとか好きじゃないですか、もう僕ちゃんアスレチックを自分のこと自分のこと登り棒みたいに言った今肩車してくださいってマジで10回以上言われた、マジで、え、してあげたんですか、めちゃくちゃしてそうなんだ、優しい、すげえ、マージャンプロなんですよ僕たちは、はい、ね、ナショナルリーグの、はい、僕がずっと塗り絵して彼はずっと子供をなんかこういろいろ抱っこしたり背中に乗したり、肩車もう関係ねえのマージャン、おもちゃです、だって3メートルぐらいになりますもんね、そうそうそう、アトラクションだよ、やってみたいな、めっちゃ言われた、めっちゃ行列できてそうです、そうそう、並んでた、アトラクション10分待ちでいざ、でいざさ、麻雀をするさ、イベントになってさ、麻雀したらさ、全部本気でやってた12曲中11曲僕上がったの絶対に上がらせない、そこは本気なんです、絶対上がらせない、そこはもう塗り絵やってるけど本気、ツイッターとかじゃなくて普通の LINE で11曲上がって、うん、相手の街全部読んでやったわっていう LINE じゃあ子供がそれだけ聞くとすごい全然ヒーローじゃない、マジ言ってやったら3つ泣いたから、うん、じゃあ頭がパーピンで、うん、サブローマンでしょっつって、うん、それじゃあ僕には通じないっつって、うん、なんかでも5歳に言ったの、5歳、僕はね魔王だと思われたの、びっくりされて子供たち、親とかにもヒーローではないかも、でもね、でも何事も全力なの、全員パッと出すのしたらそういうのそんなのそんなのそうそうそう、超えていけっていう気持ち込みだよね、そういうこと、それが大井さんのいいところなのね、すごい自慢げだったもんね、神経衰弱も全力で全部取ってやったから全部記憶して全部取ってやったから絶対に許さない、誰よりも楽しんでるやん、イベントマージャン牌の神経衰弱で一品一品ってやるでしょ、はい、みんな、おー、じゃあそこチューンのって全部暗記して全部取ったから絶対に許さないこんなドヤ顔することある、ちびっこイベントなんだけど、5歳ですよね、女の子3歳とか、ね、小学生の女の子に一つも取らせなかった、5人に、うん、いや普通負けてあげるけど、まあまあ、大人はね、負けてもね、そう、それどころじゃなくて、うん、これとこれが2品なんだから取んなきゃダメだよっつって、神ちゃんにしっかり、神ちゃんこれを横を回ってるじゃん、それを取れないようではもう勝てませんっつってでもね、食べたら優しいのが、あんだけ自分イベント楽しむけど、ちゃんとうまい棒はすごい配ってくれて、勝ったらお菓子なんだけど、僕はどうせ勝っちゃうから、負けてもお菓子あげるからねっつって、そう、俺と携われてよかったなみたいな感じで勝つのは俺だったけど、勝つのは俺だけど、触れ合えてよかったね、すごいすごい、ヒーローっぽい、このオフシーズンも全国回る予定がね、うん、もうすでにあって、いろんなとこ行ったりとか、あとパブリックの回数多いですよね、うん、もう最低週1で、うん、多い時は週に2回やっちゃうから2、3回とかあるからねで、
こんなにこう喋るのが上手なように、もう誰が行ってもすごい盛り上がる。本当にそうですか。楽しいよね、パブリック。あ、でもパブリック行っちゃうとタカちゃん寂しがっちゃうんでね、あんまり開催するとタカちゃんって不安定になっちゃうから。そうね、組み合わせは結構困らない。その中でもやっぱ愛子ちゃんっていうのは結構入って、ね、私なんかハイよりもマイク握ってるんですよ。いや、うまい。いや、うまいプラスだやっぱ。うまいよね。本当に才能だと思う。すごい、いや本当すごい。マージャンじゃないけどね。決まるし。はいみたいな。お男3人だと割とまあ3人とも喋れる方だけど、なんかやっぱ締まる。なんか全然だからもうマージャンもそうだし、チームの雰囲気もそういうイベントの MC とかも入って本当に良かった。優しいね、すっごい。いやでもやっぱり最近上流プロが増えてきてさ、もう何百人っているじゃない。多分全団体したら500人以上いるんだよ。その中から藤田進ってさ、やっぱ麻雀界のこと一番詳しいじゃない、会社の経営者の中で。そこからやっぱり選ぶだけあって、何でもやっぱ多彩だよね。うん、麻雀も強いし、クイーンだからね。うん、なんかめっちゃ持ち上げてる。クイーン、クイーン連覇だな。クイーンだな。クイーンだっすね。クイーンって言うの、グリングリンって歌ったの。でもお客さんなんで、ぜひまたいろいろ告知が出るんで、ぜひ来ていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。山手線ゲーム、というわけで、うん、はい、アベマズの皆さんに山手線ゲームをしていただきたいんですが、はい、お題は、うん、アベマズのいいところ、おすすめのところ、はい、それを4人でいっぱい出していただいて、アベマズのファンを増やしていこうという、うん、なんていい企画なんだ。被っちゃダメだからね。はい、被ったら負けね。負けだよ、そこで終わりだ。止まったやつ終わり。終わりって何？止まったやつはもう終わり。あ、お前もういいとこないんだ。皆さん頭の回転が早い。100くらいで100くらいで、マジで100って、友達が喋んなかったよ。いや俺結構きついと思うよ、100か。ただリズムに乗れ、そのこのゲームを僕はやったことが本当1回太郎と鈴木太郎ってやっただけで、どんな2人っすね、2人っすね。どういうこと。でなんかイベントでやってボロ負けした覚えがある。これボロ負けとかあるの。麻雀の役も言えなかったの。あ、慌ててて、自分が三冠つって用意してたら、神ちゃんに三冠つって言われた瞬間に、こいつって頭にされて、こいつ頭にしやがった。タカちゃん、頭の回転早く、うまそうなんですね。100は急って言ってたけど、このゲーム慣れしてない。なるほどね。でも早くやろう。リズムに乗れなかったり、字の言ったり、私が独断と偏見で、いやいや、それはちょっとってやつは止めさせていただきます。順番はこうでしょ。こっちから行く。はい、それでは始めます。ひなたから始まる、イエーイ、山手線ゲーム、イエーイ。お題はアベマズのいいところ、おすすめのところ。ユニフォームがかっこいい、仲がいい、スポンサーが多い、喋りがうまい、金髪かわいい、解説がうまい、みんな明るい、マージャンが強い、イベント豊富。やったー、マージャンじゃん。聞いて、マージャンイベント豊富、イベント豊富。頭はねー、タカちゃんがマイク、まだいっぱい他にもあったんだわ。いや僕もいっぱいあるよ。全然あるよね。僕もいっぱいある。いや、あるなら言ってくれ。いや、あるなら言うゲームだから、これというか、全部で9個でした。皆さん、アベマズのファンになってください。よろしくお願いします。まずは教えてもらおう。というわけで、アベマズさんにはポーズを教えていただきたいんですけど、アベマズはよくやってるポーズもあります。あ、間違ってる、全然間違ってる。彼女は何個使ってる。あの、右手で右手 L を作ってもらって、これ右手じゃなきゃダメですか。そうな、左手だと L にならないんでね、向こうから。向こうから見て、あ、違うから、はい、向こうから見て L なんだ、はい、そうなんですよ。本当だ。作ってもらって顔の横で、 L って何ですか。マージャンラーいやこれでもね、そうだったんだ、結構いろんな意味あるんですよ。まあ、何で、タカちゃんはラスボスの。おい、そうなんだ。え、スコッピーは。いや違う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 、ヒットマンだから拳銃。拳銃リストルってやるとね、すぐいける。え、私はレディ。ラブメイク、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 言い直したい。僕はエルです。あ、デスノート、デスノート、デスノート。あー、僕はエルです。あーって言った。なんかあーって言っちゃったけど、一応好きなの、エル好きなの。みんなこう、マージャンラブの中でももう一個コンセプトがあるんです。それぞれのエルを探してほしい。ラスハー、それぞれのエル、なんかかっこいい。それぞれのエルを探してください。これってそのままピッてやればいいんですか。そうです。
まあこうやるのもあるし、抱きながらよく横にこうやって、動きがですよ、動きですよ、やります。2連勝した時こうやってして鍵箱みたいなで、よくこうね、一緒に写真撮る時こうやってやるんだけど、もしガチャガチャしちゃったり、はい、右手が空いてなかった時は、うん、左手をこうして撮れば、そうなんですよ、これがあるんですよ、ね、L になるんで、これがある。あ、でもこれ、これもかっこよくないですか、ね、左手でこうやってやる人かっこいいよ、結構。確かに、これを皆さんぜひ使い分けても、基本は右で、どっちでもいいんですね、基本は右で。ちょっと1個言いたいことがあってさ、はい、これを機に僕はこれをやるわけですよ、勝った後に、はい、そしたら松川用にね、誰もやってないっすねそんなバカだ、いやいや、え、マジって、いやいや、あんまってないからやあんま、あんまインタビューないからやそれは場所がないそんなことがない、見てみたんですよ、そしたらこれ白鳥やってないんですよ、あ、やってなかった、3回ぐらい連続で、え、あの、劇的な販売マンの時これやるちゃんとやって、これダセ自分でびっくりしたんですよ、すごいもうヒーローになって2連勝して、で、本当にニュースとかになっててポーズがこうだったんですよ、すげえダセと思って、なんか違かったやってた、ね、決めポーズみんなで可愛いのか、全員やるとかっこいいですよね、はい、では、麻雀ラー、はい、渋谷アベマズはですね、年齢もバラバラ、団体もバラバラと、すごい賑やかで楽しいチームとなっております。そして麻雀も強いと、必ずセミファイナル、ファイナルと勝ち切って全員の力で優勝したいと思います。麻雀ラー